アンドレー・マキーヌはソビエト連邦に生まれフランスで活躍する小説家。1995年にフランス語、フランス文化を遺産として彼に伝えた祖母の思い出に基づく自伝的小説、フランスの遺言書でゴンクール賞、メディシス賞、高校生のゴンクール賞を同時に受賞。2016年にアカデミー・フランセーズの会員に選出された。 私的、新古典主義的な文体で、旧ソ連の過酷な状況を生き抜いた人々を描いた作品を多く表している。アンドレイマキーヌは1957年9月10日、ソビエト連邦シベリア中部のクラスノヤルスク地方、リブノゴルスクに生まれた。早くに両親を失い、孤児院に預けられた。両親は、行方不明で、マキーヌ研究者のミュリエル・リュシー・クレマンは、 強制収容所に送られた可能性が高いとしている。フランス系ロシア人の祖母、シャルロット・ルモニエから、フランス語を学び、フランスの話を聞いて育ち、早くから、フランスの歴史、文化に親しんだ。マキーヌの筆名の一つ、アルベール・ルモニエは、このフランス系の地筋に由来するものであり、また、この経験に基づいて1995年に、自伝的小説、 フランスの遺言書を発表することになる。ディブノゴルスクで初等教育を修了した後、同じクラスのヤルスク地方の中心都市クラスのヤルスクで中等教育を受けた。さらに奨学金を受けてカリーニン大学に進み、モスクワ大学でフランス文学を専攻して博士号を取得した。博士課程修了後、ニジニノブゴロドで哲学。 文献学の教員を務めながら、近代外国文学史などに寄稿し、1980年代半ばまで、派遣教員兼ジャーナリストとして、アフガニスタン、アンゴラなどに滞在した。1987年、30歳の時に非合法で、突伏し、政治亡命の申請をして認定された。1991年に、最初の帰化申請をしたが却下され、 1996年、フランスの遺言書が、フランスの権にある文学賞を受賞した翌年にようやく、フランス国籍を取得した。土仏当初は、パリ20区のベルビル地区で、小さいアパートを借りて、不安定な生活を送っていた。パリ政治学院、パリ高等師範学校、パリ高等商業学校で、ロシア文学や文体論の講座を担当しながら、 哲学と文学の研究を進め、1992年に、ソルボンヌ大学に、ロシア人小説家、イヴァンブーニンに関する博士論文、IA ブーニンの三文作品教習の資学を提出して博士号を取得した。と仏当初から小説を書き始め、出版社に原稿を送ったが次々と断られた。そこで、ロシア人作家が書いた小説を、 フランス人翻訳家が翻訳したものと見せかけるために、翻訳家名として、フランソワーズ・ブールとアルベール・ルモニエを使用し、1990年に、初女作、ソ連のある英雄の娘を、アンドレー・マキーヌチョ、フランソワーズ・ブール役として、1992年に、第2作、失墜した騎手の告白を、アンドレー・マキーヌチョ、アルベール・ルモニエ訳として発表した。 1995年にメルキュールドフランス出版社から刊行された代表作フランスの遺言書は祖母シャルロットと共に過ごした子供時代の思い出に基づく自伝的小説であり本書は同年にフランスで最も権威のある5つの賞のうちゴンクール賞とメディシス賞及び高校生のゴンクール賞を同時に受賞したマキーヌは 遺言書の意味について、祖母シャルロットから、フランス語とフランスの文化、すなわち、物理的な遺産ではなく知的な遺産を受け継いだと説明し、従って、彼にとってフランス語は、祖母語であるという。祖母が彼に語ったのは、主に第二帝世紀から、ベルエポックにかけてのフランスであり、現実のフランスではなく、彼にとっての、フランスの精神であり、彼の小説は、 ロシアというスクリーンに映し出された、フランスの歴史であると表現する。また、フランス語で書く理由については、あまりにも親しんだチェーホフやトルストイの亡霊、すなわち、影響から逃れるためとする一方、結局のところ、どのような言語であれ、たった一つの指摘言語の方言に過ぎない、同じフランス語でも、フランシス・カルコの言語とプルーストの言語の違いは、 ロシア語の話し言葉とフランス語の話し言葉の違いよりずっと大きい。重要なのは作家のビジョンであると説明している。2011年にマキイヌはもう一つ別の偽名を使っていたことを明らかにした。ガブリエル・オスモンドという筆名で2001年からすでに小説を4作発表していたが姿を見せず、経験豊かな作家であることは明らかだったため、 ピエール・ジャン・レミー、ミシェル・デオン、ディディ・エヴァン・コーブラール、あるいはナンシー・ヒューストンの偽名ではないかと噂されていた。2011年に4作目のアルテル・ネサンスが出版されたのを機に、フィガロ・紙が取材を申し入れたところ、作家が思いがけずこれに応じた。彼は偽名を使ったことについて、すでに名を成した作家として活動を続けるより、 別の人間として世間の喧騒から離れて書きたいと思ったと説明し、また実名を明かしたことについてはアルテルネサンスを書き終えた時に義務を果たしたと感じたので、これが虚構ではなく彼がこれまで歩んできた道のりであることを説明する必要があったと語った。2016年3月3日にアカデミーフランセーズの会員に選出された。 マキーヌと同じく母語ではないフランス語で執筆したアルジェリアのサッカーシアジェバールの公認である。背景にはキリル文字とフランス語のアルファベットによる F の文字が刻まれている。マキーヌの文体はしばしば指摘、新古典主義的と評される。フランスの遺言書発表の後も主に旧ソ連の過酷な状況を生き抜いた人々を描いた作品を発表しているが、 西洋から見ると、不可視の巨大な強制収容所のように映るロシアでも、実際に、この非人間的で残虐な体制の下で生きた、人々がいる。この残虐さを超えて生きる人間の偉大さを描こうと、したと語っている。彼は、影響を受けた作家について、ボルテール的、啓蒙主義的な哲学思想やアフォリズム的な、表現より、自然描写や、 感情表現を重視しているとして、イヴァン・ブーニン、ドストエフスキー、チェーホフ、トルストイラロシアの作家のほか、フランスの作家としては、プルースト、ピエール・ロティ、シャトーブリアンを挙げている。特にシャトーブリアンの小説やロティのあまり知られていない小説、少年の物語はプルーストを先取りする作品で、あると評価している。ガブリエル・オスモンドの筆明による著書、ありがとうございます。